お、映ってる？お、はい、映ってます。皆さん声は聞こえていますでしょうか？ よさそうですねこう。皆さん、こんにちは、こんばんはっていう感じなんですけども、ドロイド会議オンエアということで、アンドロイド11とアンドロイドスタジオ4.0の話題について、えー、楽しくお話ししていきたいと思います。私、えー、今回、司会なんですけども、M 日高です。よろしくお願いします。あ 画面のですね、右側にあの流れているチャットはあのー、皆さんが書いていただいた YouTube コメントがそのまま流れております。皆さんありがとうございます。握手見てます。見てみし、すごい、いきなり。すごい。<laughs> すごい、ありがとう。 でですね、あのー、スーパーチャットなんだろうみたいな人もいると思うのでちょっとまあ楽しみ方とかですね最初の5分ぐらいでどういう風な内容を紹介するよっていうのを、ね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお付き合いください、えー、ちなみに今日4人登場人物がいるんですけどもこの後ですね自己紹介とかしてもらおうかと思っておりますもう240人もいるんですすごいですねやっていきましょうこれではではすねあのー ポちッっと切り替わったでしょうか、皆さん。切り替わってますかね。はい。えー、こんな感じで資料を出しながらいろんな技術的な話をできていればなと思ってます。それでは、それでは、まず最初になんですけども、 最新機能を山田さんと横幕さんですね。キース横間さんが解説していただきます。わあ、ありがとう。イエーイはい、<laughs> こんな感じで和やかにやっていきたいと思うので、ちょっと。まあ普通の講義形式とは違うなと思った人もいると思うんですけど。 やっぱり1時間とか長尺っていうんですかね長いイベントになるとちょっと眠たくなったりとか途中でもいいかなって思ったりすると思うんで皆さんのそういうですね拍手とかすごいとかっていうコメントを拾いながらあの随時こう質問を受け付けていくような形でですねやれればいいなと思ってます。 はい、記念書き子とかそういう使い方も全然 OK です。さっきからこう <laughs> スーパーチャットが飛び交ってたので、ょっと笑っちゃいまして申し訳ない。メインはですねあのスーパーチャットではなくて、あの <laughs> 面白い、ね、<laughs> 新技術 <laughs> ああの。いい技術をですねたくさん Android 11ベータとか Android Studio 4.0って書いてますけども、4.2、えー。そういう。 新しいテクノロジーをみんなで、共有したいいななというのが始ままりりっておりますで初めてのオンライン開催ですね、ドロイド会議としては、いろいろちょっと、まあ、あのやっていくぞっていう気持ちはあるんですけども、あのトラブルなんかあるかもしれないと思ってますので、えー、っと温かく応援してもらえると助かります。 で参加の注意ですね、あの皆さん、あのチャットを使いこなしていただいたりする方もとても多いと思うんですが、オンライン勉強会を YouTube ライブでやるっていうのは、結構初めてというかあの、あまり来たことがない方っていうのもいらっしゃると思うので、えー、ちょっとですねあの本文とかにも書かせていただいた内容の繰り返しにはなるんですが、一緒に見ていきましょう。 ドロイド会議はですね、あの技術共有を目的にコミュニケーションをぜひしていただきたいなと思うんですけど、おチャットをですね、このチャット欄が実はあのフィルタとかされちゃったりとかですね、我々に見えたかどうか分からないっていうことも結構あるんですよ。で、そういう時はですね、例えばあの数字の8とかがですね、うん、あのフィルタされちゃって、あの個人情報に見えるとか、電話番号に見えるみたいなケースがあったりするので、入力する 内容っていうのは見えたり見えなかったりするんだなって思ってください。特に URL とかはですね、他のサイトに誘導したりとかあるので、運営以外にはできなくなってます。で運営のアカウントはですね、チャットで喋ると特別な色がついたりするんで、少しやってみましょうか。あのドロイド会議アカウントだけ色が変わったりして見えます。 じゃあ、TNJ さんやってもらっていいですかねなんか適当にて。こんにちは、こんにちはって言ってました。はい、こんな感じであの、我々もコミュニケーションを取りたいので、皆さん、こんにちは、こんにちはって言ってもらえると助かります。 なのであの何でもいいのでこのチャット欄っていうのは自由に使っていただきたいと思いますがあ,のあくまでですねディスカッションとかには全然向いてないので我々のスピーカーとお話ししたりとか盛り上げるつもりで書いていただけるとすごく楽しめると思いますそうですねいいですねでは早速ちょっとみんなで楽しんでいきたいと思うんですが 今回の話題の中から1つ2つですね、皆さんに聞きたいことがあります。参加者340人もいるので、みんな答えてくれよな。ダン、えー、!Android Studio 4.2まで一気にリリースされましたね、おめでとうございます。ということで、<laughs> これ、みんな今どのバージョンをよく使ってますかねっていうのをすごい知りたい、知りたいなって思ってます。 なので、4.2だよとか3.6だよっていうのをですね、ちょっとコメント欄に書いてもらってもいいですかね。あ、すごい。4.0めっちゃ多いじゃん。うん、4.2の人もいますね。4.2の人いますね。ああ、でも、大勢は4.0。すごいすごい。すごいすごい。ごいこのコメント見てるだけですごい楽しい。いちゃんと3.6のステーブル使っててみたいな人もいますね。すごい。みんなでも上げてるんですね、ちゃんと。 うん、3.6ってステーブルですもんね、<う>ちょっと前の。4.2、ね、は今日公開されましたね。うん、そうですね、4.2っていう人はすごいこう、早いですね、バリバリと切り替えていきますね。うんうん、3.5の人とかもいますね。あよかった、なんか結構いろんなバージョン使われてるんじゃないかなと思ってたので。全部、全部あ。すごい強い人もいます。すごい、ちょっと4.0ですね、スパチャでお金を使強くない <laughs> 激ししってこことななんんででょうね <laughs> あのこんな感じであのスパチャ全部取り上げることはできないんですけど、気になったらちょっと許させてもらうかもしれないので、<laughs> ありがとううございます <laughs> そうですそでね正しいスパチャって、まあ、そういうコミュニケーションのためのツールみたいなところがあるんですけどもあの、いただいたお金は寄付として扱わせてもらうので、我々が別のことに使ったりとかはせずに運営のためにやっていきますので、ご安心ください。 ではそれではですねあの、こんな感じでぜひコメントも普段の時き使ってほしいなと思います。資料とか見た時でもあの俺、僕こうだけどな、みんなどうみたいな気持ちでですね、ポッと入れてもらって、あの喧嘩にはならないようにしてもらえるといいかなと思います。でも4.2とか4.0とか結構多かったですね。うんうん、次のやつはじゃあどう、どうかな結構少ないのかもしれないけど、おーじゃーん、行ってみましょう。 じゃあもう一つ聞きたいことがあります。あの、Android 11ベータをダウンロードして、エミュレーターでもいいですよ。試したよという人、どれぐらいいますかね。<ー>まだな人も全然オッケーですよ。ピクセルじゃないと確かにできないんですよね。<ー>その通り。結構やっぱりみんな、じゃあ興味はあるから今日来てくれたって感じでかな、うん。うん。あ、そうまだの方が多いです。 ねえでも今朝入れましたみたいな、やっぱりすごい人もいれば、試したよ。さんという方まだだよ <laughs> まだも当然いますね。まだの,の方が多いと思いますし、今日のイベント、<laughs> うん、そういう人たちのためのイベントだと思っているので、でね、ぜひいろんな新しい技術を持って帰ってほしいかなと思います。ここまででですね、あのイメージというかあのコメントの使い方も OK かなと思います。で実際内容に 入っていきたいと思うんですがその前に今日のスピーカーの方をご紹介したいなと思いますおもしですね会社の人とかいろんな人お伝えする人があればこの好きな URL を投げつけて一緒に見ようよって誘ってください <laughs> そうですねスイカ動かなくて怖いっていうのもありますよねああそうですね<ー>、うん、ではあのー、山田さんから自己紹介を簡単にしてもらうと はい。えっ、ー、と、こんにちは。えっ、ー、と、ヤマンダーと申します。えっ、ー、と、普段はニュースのアプリを作ったりしています。今日はよろしくお願いします。お願いします。わー。わーあ、スイカ動かなくたですっていう話があるので、あの、あ普段使いの端末だとちょっと危ないかもしれない。開けちゃいましたね <laughs> あ。情報ありがとうございます。<laughs> 高カヒさん、ありがとうございます。ヤマンダーさんもありがとう。では次、TNJ さん。 あはい、TNJ です。えっ、ー、と、今日はですね、まあすごい、この配信を牛耳ってるんですけど、まあすごくあの機材がまだ不慣れで、あちこち目線が泳ぐかなと思うんですけど、ちょっと生温かく見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではでは、あの横巻さんですね、キース横間って書いてある人ですね、こちらの。あはい はい、えっ、ー、と、キース横間です。ええー、僕の方はですね。まあ、ペイメントサービス。の、まあ、アプリ版を、えー。作る仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> でえっと今日はあのーまあ、初めての放送ということもあって、我々4人でやっていくんですけども、慣れてきたらいろんなゲストの方とか、です、ね、いろんなアプリの作り方みたいなのも紹介したいなと思います。今日ものイベントを聞いてもらって、えー、感想をですねアンケートを出すと思うんで、よろしく、どうぞよろしくお願いします。ということで、私がドロイド会議代表理事の羊です。 えー、次元が違うという指摘もあるんですけども、<laughs> 私だけちょっと二次元の世界からやってきたという感じですね。えー、割と自由に動けるんですがあ、ちっちゃくなったり、戻ったり、大きくなったり、もう当然のように巨大化もできるということになっています。よろしくお願いします。もうライティングは完璧ですもんね。そうですね。ほぼ完璧な姿ですね。 ただ、ちょっとソフトでやってるので、重くて固まった瞬間は生き返ってみたいなコメントをしてもらえるといいかなと思います。では、早速やっていきましょう。今回、お話のメインテーマに出てきてしまった Android Studio 4.0。ここからは横幕さん。 山田さんにバトンを渡して、絶対知るべき5つの機能を紹介してもらおうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。イェーイこれね、実は、わかりやすいように工夫してきました。おおや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 。 これみんなの想像が入ってるかなと思ったりもするんですけど、まあ、どんな機能があるかっていうのをですね、学びついでに、もしこの機能じゃないみたいな、こうおやおや、この機能ではみたいなのが分かった人はですね、あのコメントに流しておいてもらえると、もし当たってると気まずいので、ちょっと触らないかもしれないですそうですね、テレビのペラペラっとするやつですね、大蹴りでも使えると思うんですけど、今回は真面目にやっております。えー、っとそれではやっていきましょう。山安田さん、横幕さん。 横幕さんかなはい1個目はあのレイアウトインスペクターとバリデーションですね。あのーはい、4.0からレイアウトインスペクター、もともとついてはいたんですけど、これがあのリアルタイムにアプリを操作している画面がこうツール上にも反映されるというものになっています。 リアルタイムにはい、リアルタイムなんですよ。あ<の>デプロイとかいらないのそうですね、一回デプロイして、で、動かしてしまえば、あとは、Android Studio で、レイアウトインスペクター立ち上げると、あの実際の画面触ってるのと同期して、ちゃんと見れるようになっています。えー、今までみたいに、あれですねあの、キャプチャーを一回一回してみたいなのが。 いらなくなったってことですね。そうですね。うん。うんああでも動かした人もいますね。死ぬほど重かったって書かれてます。結構重い機能なんですかね。<laughs> そうですね。あとこれに加えてあのコメントでもあのあるんですけど、3D でこのレイアウトのレイヤーを表示できる機能がついていて、<laughs> うん。あのスクショをちょっと取ってきたので。 あの表示をしたいと思うんですけども。はい。はい。これが、あの、ドロイド会議のカンファレンスアプリを例に出してるやつですね。あの、レイアウトインスペクター立ち上げると、まずこの画面が出てきて、え、この画面、どんな画面なんですかね。右側、左側にツリーがあるんですかね。そうですね。左側にレイアウトツリーがあって、真ん中に実際表示されてる。 画面ですね右側はその今選択してるビューのまあ属性値が出てる感じですね。なる、うん、ほどなるほど。なるほどはい、でこの真ん中のところをマウスでドラッグするとグイッと動いてこんな感じでレイアウトが 3D で こう斜め上から見られるような形になります。ーなんか、ぱっと見てすごいんですけど、どうやって使うのがいいですかね、例えばそうですね、なんか、まあ、こので画面に置いたいろんなパーツがどういうレイヤーで表示されてるかとか、<laughs> まあ重なり合わせとかを <laughs> あの見るのが一番、この 3D ビューの使いやすいところだと思います。うん 確かに確かにまああんまりこうやってこうかっこよくハイテクっぽいけど実用どうなのっていうのもあるとは思うんですが僕はあのエレベーションとかあの影とか見るのにはまあいいんじゃないかなって思ったりしますねうん,うんうんうんそうですねあと裏にあって表示されてないけどなんかずっといるみたいなのを発見するきっかけにもなりそうですねうん確かにこれでもちょっとプログラミングしてるって感じがして僕は好きですわ、うん、<laughs> かりますわかります これがレイアウトインスペクション。インスペクターですね。はい。はい、ありがとうございます。では、ババンと2つ目いってみましょう。はい、2つ目は、えー、待ちに待ったモーションレイアウトエディターですね。うん。はい。今まではあの、モーションレイアウトの設定って全部 XML で手で書いてたんですけど、これが GUI で設定できるようになったと。 いうのが4.0の目玉機能になってます。これ、今までのこと、を軽く XML でって一言で済ましちゃったけど、あの、辛く厳しいやつですよね、すべて。はい。<laughs> あの、<laughs> <laughs> そうですね。あの、レイアウト XML を手で書くのと同じで、うん、えっと、モーションレイアウトだと、まあ、開始時点でのコンストレイントと終了時点でのコンストレイントを まあそれぞれ XML で書いて、で、あと、そうですね、アニメーションの設定ですね、イーズインとか、どういう感じで、こう、インターポレーターみたいな感じで動くのかっていうのを設定するのも全部 XML で,で,でへ<ー>。なんで、今まではあれですよね、モーションレイアウトっていうふうなアニメーションを実現するための,その画面はあったんですけど、作る機能が。 基本にしかなかなっったっていうそうです。なので、あの実際、端末で動かしてみないと、どう動くのかがあんまよく分かんないっていう感じでしたね。これがあの全部エディターとして統合されたので、実はそのアニメーションを動かすところも、IDE で全部再現できるようになってるので。なんか ID、IDE のスクリーンショットとかあったりしますかね。 はいありますなんとででんこれちょっと途中のえっ、ー、とアニメーションしてる途中の段階なんですけどまあ適当に「ハローワールド」って書いたやつを動かしてるところになります。うん、これかな?「ハローワールド」はい。これがまあ真ん中から画面上にニュッと動くっていう。あこの線が動く線なんですね。そうですねなるほど なるほど,なるほど要素を触ってどっちの方向に動かすみたいなのをぐっとドラッグする感じですかね。えっと,というよりは、えーっと、開始時点でのビューの、えー、っと配置と終了時点でのビューの配置をこの画面でいじるって感じですね。そうすると、その間を保管してくれて、モーションレイアウトの方で。なので、あとはもうそれを動かすだけと。 なるほどじゃあスタートとエンドをこことここに移動してねって言って、インタープレイラーこれだよって指定すると、はいフ、フレーム割りしてくれるっていいんですかねそうですね、はあ。確かにコメントでもなんか動画の編集ソフトみたいって書いてあったんですけど、かなり高機能ですね、これも。うん、はい。コマごとに見られるみたいな感じの。そうですね、もう、あのー、このスクショだと確か、えっ、ー、と、2秒の動きを まあ0から100までの間にこうプログレスバーみたいなのがいて出せるっていうような形ですね。あとなんかちょっとまだそこまで深くは試せてないんですけど途中にまあよくあるその動画編集ソフトでもあるキーフレームを挿入するみたいなのもああなるほどなるほど。ほどはい、ああなんか思ったり複雑ですね。うん、はい。 確かになんかもしかしたら動画編集したことある人の方が使い慣れてたりするとかそういうのもありそうかもしれないですね。うん、ありそうですね。ーーすねそうですね。なんかエフェクト系のデータとかなんかインポートできましたっけね。ああ、どうでしたっけ我々はわからないことをからないって言っちゃう人たちなので、<laughs> あのぜひあのチャットとかで知ってる人がいたら教えてください。<笑><笑><笑>たまにどうでしたっけに、ね、なったりすると思います。<laughs> うんはい、こちらが2番目ですかねはい。 結構コメント見てるとそのデザイナーさんと一緒に使ったらいいかもとかいろいろ使い勝手の話が出てたりして面白いですね、うん、フラッシュっぽかフラッォさん確かに昔ゴニョゴニョ動かしてアニメーション過剰にしちゃったこともありますね <laughs> ありますね, <laughs> ねアニメーションは抑制的に使おうなって <laughs> 両方容量を守って <laughs> はい。<laughs> まあ あれかなあこうやっぱり今まで GUI でできなかったことができるようになるというのは一つの広がりっていう感じがして僕は好きですね。うんうん、そうですね。では、横くさん、それでは3番目も見てみましょうか。ではい、ビルドアナライザーです。ビルドアナライザー、うん、これは一体、えー。今回もスクショがあります。なんとでん。でん。でん <laughs> <laughs> えとこれはですね、まあ、グレードルで、まあ、皆さん、普段ビルドを動かしていると思うんですけど、うんえー、グレードルでまあいろんなタスクがこう連なって動いていると思いますで、そのタスクがまあどういうふうに動いているとか、どれだけ時間かかっているかっていうのをえ解析するためのツールになります、うん。この画面の見方をちょっと教えてもらってもいいでしょうか。はい えっとですね。まあ、Android Studio の下の方にビルドっていうタブが一個いると思うんですけど、これを開くと、えー、ま、ビルドの時のログとか、あとアナライザーとかも見えると思うんですけど、このアナライザーのタブの中だと、えっ、ー、と、g レ a ドルのビルドを実行した時に動いたタスクがずらっと、こう、ツリーで見えるようになります。 これうん、うん、が順番にあるはい順番にありますでえー、っとこの画面だと左半分がそのタスクの名前ですね、うん、名前とかあと,か、ね、あとそうですね実行時間も一緒に書いてあります、うん、これはあれですねなんかプラグイン名ごとに並んでるので実際のタスクは、うん、多分その一番個要素のところにあって親要素は全部プラグイン ですね、ああ、なるほど、はい。プラグインとか。一番、うん、かかったものから順番に並んでるんですね、上から。はい、で、そうですね。で、右半分がそのグラフで表示されている、その、まあ、タスクごと、あるいはこれだとプラグインごとの、まあ、ビルド時間に占める割合ですね。これだと、コム。 Android アプリケーションのプラグインが4割近く、ビルド時間の中を占めているというような見方ができるようになっています。なるほど。うん、これ、実は会社のアプリとかでも試したんですけど、割とここ,ここがボトルネックだから減らせばいいよみたいなのを探すの難しいなと思って見てたんですけど、いいアイデアあったりしますかね。そうですね。 あのー、まあ、僕も、ドロイド会議アプリで試したときは、まあ、コトリンのコンパイルに時間かかってるよとか出てきて、うん、ソースコードいっぱいあるし、そうやろみたいな <laughs> 気持ちにはなったんですけど、<laughs> えっとー、まあ、見方として、ちょうどあのー、グラフのところの、下のところかななんか、三角形の黄色いびっくりアイコンがついてると。 思いますすそうですね左側にもあると思うんですけど、うん、これがまあその一連のビルドタスクの中で改善ができそうなところを指摘してくれているアイコンになっていてんんまあこのスクリーンショットの例だと、まあ、このタスク毎回走ってるけどそんなに走んなくてもいいんじゃないみたいな。はい なんかキャッシュできるタスクだったらもっと使い回せるんじゃないのみたいな感じですかね。そうですね、うん、あなるほど。じゃあ、ビルドに不可欠な要素でも、毎回ビルドの時に走ってると、こういうマイクがついたりする。はい、うん、はあ、良さそう。うんうん、で、まあ、その解決の、まあ、サジェストですね。まあ、キャッシュしたらどうかとか、そ、うん、いったところもまあ補助的に出してくれると。うん、ああ、それはすごくいいな。 あと、ディフリケートのな,なんかタスクみたいなやつ、はい、ワーニング出ましたっけね、確かそうですね、確か出てますね。そうそう、グレードルのバージョンも結構頻繁に上がるので、今は6.5とかかな。そうですね。うん、なので、まあ、古いやつはですね、ここにもうすぐ使えなくなっちゃうよっていうワーニングが出たりもしてますね。あとは、あの、なんかタスクのその警告のところにリンクがついていて、あの、アンドロイドディベロッパーズの あのビルドをどうすれば早くできるかみたいなページに言葉してくれるっていうのもありましたね。へぇ、すごい至れり尽くせいって感じがしてるな。やっぱ、目星つけてくれるのすごいうれしいっていうコメントがたくさん並んでたので、やっぱみんなこういう改善の仕方望んでたっていう機能ですね。うん、これはいい。うん、そうですね。なかなかその改善できることは分かってはいるんだけど、どこから手をつけていいものかっていうのに。うん 何かいいいいい当たりをつける方法ととしてはとててはもかいいかななって思いますねなんかこのビックリワークもそうなんですけど実際ボトルネックがどこなのかみたいなのが、まあ、この視覚化されるっていうのだけでもわりかしここに数字で3とか6とかかかってる秒数出てもいまいちピンとこないですけど、うん、箱がでかいってことはそんだけ遅いみたいなのがすごい分かりやすいので、まあ、そういうサジェストも含めて支援をするみたいな。 感じのツールかなっていうふうふになるほど。今コメントにありましたけど、そうですね。Android Studio の4.0の機能なんですけど、g r a d l e のバージョンも4.0.0にしないとい。あ、じゃあ。AGP <あ>。a n d r o i d g r d l e はい、ありがとうございます。ちなみに、コンパイル時間が長いっていうのは、コトリンのバージョンを最新に上げていくと僕は短くなったりするので、1.3.60、はい、とかかな。うんうん 未満の方はですね、あのコトリンのバージョンを上げると、コンパイルとか、そういうコンパイルのシーケンスが改善されてたりもするかもしれないです。いや、これはいい話を聞いてしまったぞっていう感じがする。はい。うん、次も期待ですかね、じゃあ。そうですね。次も見てみましょう、では。でん。じゃんでん。これは。 デシュガリング、ですねデシュガリングちなみにちょっとデシュガリング、簡単に、<の>簡単にでいいんで。はい、えっと、Android って Java7 系で作られてると思うんですけど、Java8 の機能を Java7 にこうバックポートして使えるようになるっていうふうなものですね。なんで、えっとまあ、今まで使えなかった Java の API を過去の端末に向けてもビルドすることができるようになった。 なるほど、なるほど。そうですね。Android、まあ、Java 7っていうのは、Java 8で新しく増えたランタイムの機能が一部、ちょっとまあ実装ができないとダルビックの方にっていう話からですよね。うん、そうですね。なので、8のライブラリをデシュガリング。デシュガリングってどういう日本語あるんですかえっと、なんだっけなんだろう。 難しいね、<だ>やめとこう。コ<ー> <laughs> <ん>メントでは、ダトって書いてあります、ね。ダトまあそうですね。まあそう、うん、シンタックスシュガーの反対ですからね。そう,そうですね、ハズズみたいな感じのイメージですかね。うん、Java8 の機能も Java7 でできないというわけではないということですね、つまり。じゃあちょっと見ていきたいと思うんですが、これも実は一応、スライドは用意してあります。うわ 難しそう <laughs> バーンも文字列バーンって感じで、ね、バーンちょっと解説をお願いしたい。アンドロイドスタジオ3.0の,、Android、ああの時もあもラムダ式が書けるようになったりだとかっていうのがあったことありました。はい、で今回も、えー、といくつか Java のその API が生えていてリストとかをいじりやすくする、えー、とストリームですね。あのリストのデータを あのマップしてあげて、何か書き換えてあげて出力するみたいなのとか。ふむふむあとは今まで、えっ、ー、と、Android、えっ、ー、と、3.abp と使い呼ばれているライブラリや、ジョダタイムっていう風な、えっ、ー、と、デートとタイムをいじるような、えっ、ー、と、ライブラリ使われている方がいらっしゃったと思うんですけど、えっ、ー、と、Java8 は公式で、その JSR310 っていう風な、えー、と規約に基づいて、えっ、ー、と、Java タイムというものを用意しています。 で、あとはそうですね、えーと、マップとかコレクションを触るときに相当されるかことがあると思うんですけど、今までその、まあ、相当やりやすくするためのコンパレーターっていうのが、えーとまあ、使えなかったんですよね。うんうん、それが、えー、と新しく導入されたとか、あとは、えー、と Java の方でヌルをラップして使うことのできるオプショナルが使えるようになりました。で まあ特に大きいのは、今までって API24 とか、えっと、ま、ヌガー以降だったら、こういうふうな Java 8の API 使えましたよっていうふうな形だったんですけど、今、えっと、今回の4.0からは API19 であっても16であってもバックポートなんでぐっと、過去のバージョンにも遡って、えっと、広報互換が保たれるようになった。 おじゃあ Java8 の API に載ってるデシャリングに対応しているものは恩恵が得られるってことですか、ね。恩恵が得られる。すごい。うん、コメント欄ではですね、3.abp 大変お世話になりましたみたいなコメントがたくさん流れてて、このライブラリーは JavaTime の互換ライブラリーだったんですかねそうですね。ただ、JavaTime の, Java の 3.abp がすぐに必要なくなるかって言ったらそういうことではなくて、 あの中に入ってるタイムゾーンのデータベースがあの端末に依存しちゃってるんですよね。なんで、最新の Android10 とかであれば、新しいそのデータベースが入っているんですけど、古いやつだともう更新が止まってしまっているんで、最新の,そのサマータイムだったりだとかっていうのに追従できてないあ。あなるほど、サマータイムを端末のローカル DB から見ることがある。あ、そうです。ああ アンドロイド8.1とか9はあのーまあ、OEM やつしてる会社が、アンドロイド10の方ほ g o グーグルとかアンドロイドサポーターの方が、えっと、横からこう入れ更新することができるようになっているんですが、あの<ー>古い端末の方だと、あのー、その機能がないために、こう別のアプリの方で用意したものをこう横から差し込む必要があったんですよね。それが 13ABB だとか、ジョーダタイムっていう。 すごい分かりやすい、完全に理解してしまったかもしれない。<laughs> <う> <laughs> なんで、まあ、ちょっとまだ使うには早いかなっていう感じはしますけど、まあ、使えるようになったのは。<laughs> あなるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、このあたりのやっぱりデシュガリングは、マイナーそうな機能に見えても、実はこうメリットも大きく得られる機能ですよっていう感じですね。うん、そうですねあ、うん、今ちょっとコメントになりましたけど、そうですね、デフォルトではあのデシュガーリングはオフですね。 なんであの、入れたからといって、すぐにこれが全部適用されてあの、アプリが壊れるみたいなことはないですね。壊れるというか、まあ、勝手な、意図しない挙動になってしまうってことはないです。なるほど。じゃあ、開発者の人があオンにしないといけないので、まあ、こういう差分も見て、ちゃんと使おうねというのが、この機能ですかね。そうですね。ありがとうございます。いや、これはすごい良いですね。じゃちょっと、あの、NerdStudio 4.0の機能、5番目、最後の機能になっちゃったんですが、行ってみましょう。 うん、これはコトリン,<う>ンコトリンアンドロイドテンプレートですね。あの、これも、ああ、あるんですけど、画面がちょっとちっちゃいかもですね。ちょっと見ればいいですかね。20、これかなあ、そうですね。はい、うん。えっと、あの、アンドロイドスタジオの機能の中にライブテンプレートというのがありまして、 あらかじめこう変、ここに変数を入れるみたいな感じのやつを、まあ、特殊な記号書いておいたテンプレートを、あの、用意することができます。で、例えば、ログだったりだとかっていうふうな、その定型的に毎回書くような、えっ、ー、と、関数があったりすると思います。それを、例えば、ログの、えっ、ー、と、デバッグだったらログ D っていうふうに打ち込むと、もう、あの、タグが、タグはここなんか、変数はここみたいな感じの全部もう、 用意してくれたものを、えー、ID e がいい感じにその場にこう出してくれるっていう、入力してくれるっていうのがこのテンプレートですね。へえ、じゃあちょっとしたショートカット的に使える感じなんですかそうですね。よく使うのはあとトーストとかですかね。うん、トーストとかドットショーを忘れちゃったりだとかあるので。ああ<ー>、うん、そうか。要は手癖でちょっと失敗しちゃうようなところをこれで。 そんなことないように変えたりっていうのができるってことですかね。そうですね、うん、で今までってこれ Java の方しかなくて Java でせっかく書いたものが小鳥の方で使えないっていうふうなものがありました。えー、ただ小鳥のファイルの方でも、えっと、このテンプレートを入力することができるようになったっていうのが便利ですね。ちょっと僕この機能知らなかったんですけどかなりうまく使えばそのマクロっぽい動作もできるし。 すごいやりやすくて素晴らしそうなイメージで聞こえてきたんですけども、間違いないですか大丈夫です。合ってます。<ー>うん、じゃあ、これことに来たのは結構すごいいい機能の追加ですね。うん、そうですね。ね<ー> Java の時は大変お世話になっていました。うんうん、特にトーストとか、さっきも言ってましたけど、うん、やっぱ頻繁に出てくるので、タブキーめっちゃ叩いてましたね。 これぜ、じゃあ、あの、アンドロイドスタジオ4.0の人たちは、今日からでも明日からでも使える機能って感じですね。あらかじめ登録してあるものと自分でこう新しく作ることも可能です。で、これ、新しく作った設定ファイルとかは Git に入れておくと良いんですかあそれもできません、ね、確かに。あ、なるほど。じゃあ、チームで使うとかもできる。なんかすごい推しのライブテンプレートありますかって聞かれてますけど、山田先生の推しがあれば。 僕はですね、ロギングライブラリのティンバーを入れて使っているので、なんか、ティンバー D みたいな、ティンバー V みたいなのをこうと登録しておくと、ティンブっていうふうに打つと、バーってログが出ると。であとは、その、今いるコードの行数みたいなのも取ることができるので、あのうん、どの関数から今、このログは呼び出されている、それが何行目のコードであるみたいなのを、自分でその一時を 入力しなくてもいいっていう。おつまり、なんか、言い方が悪いですけど、プリントデバッグとかできちゃう。そうですね。んいいのこのこの行数のログは出たけど、この行数のログは出てないみたいな。あ,あ、それができますね。うん、おお、なんか最後の手段を手に入れたぞって感じがしますね。え、これは締めくくるにふさわしい。 知らないトピックスって感じがして非常に面白い気がしますね。これで Android 系はスタジオ4.0は全部ですかねわあ。ありがとうございます。うん、わあ、パチパチパチ。コメントとかですね、皆さんたくさんしてもらってるので拾えたものは拾ったりとかしてたんですけども。 ピンなんかこれが聞きたいよとかあれば今入れといてもらうと後で拾うこともできるのでぜひぜひこう疑問は流しておくといいかもしれないです。もしかしたら知ってる人が教えてくれるっていうケースもあるので後半はですね Android 11の機能の話をしたいと思います。あ,ありがとうございます。すごいかわいい。ブラボーって褒めてくれてる。 ああこうスタバージョンってこうスタンプもつけられるんですね。あ,あ,ありがとうございます。きりみんちゃんが褒めてくれた。いや、こう、羊子ちゃんとしては字を出していくとコラボしたいなとか言っちゃいそうなダメですね。はい <laughs> はい、では続いていきましょうか。あのきょ日ちょっと声が震えちゃうんですけど、今日 <laughs> <laughs> 今日今日ベータ。<laughs> 本当にって思ったんですけどほん、本当でしたよね、あれ。びっくりした。いや、本当に。そうですね。なんかすごい。すでに視聴者も450人近く見てるんですけども、思わず調査する項目がめちゃくちゃ増えたといわれる。筒井さん、早かったですよね。あれだって、ね、今日の午前2時とかに出て、出たみたいな。<laughs> 前触れなかったですもんね。出たです、ね、なかっていう、もう。 実はですね、あの今日の配信の準備をしてて、夜遅くになったんですけども、そのタイミングで、えー、Android11 ベータ出ましたので、私、用手してお調べさせていただきまして、<laughs> <laughs> テックブースターというサイトの方にあの載せてありますので、あの動画を見たい方はそちらの方から見てもらったりとかしてもらったらいいんですけど。うん ドレード会議のためにこう新しい話題を提供していただいた Google さん、本当にお疲れ様です。っていう,う気持ちで頑張りました。<laughs> じゃあ、最新の話題が次は聞けるっていうことでいいんですかねちらうね。ちら <laughs> やっていきましょう。やっていきましょうで。ここから先はですね、じゃあ、山田、絶対知るべき 4つの機能を絞りましたということですかね、これは。そうですね。なんかあの、僕がもうすでに使ったり試してみて、ああ、これやっぱ便利だなっていうものですね。じゃあ、これも期待して聞けますね。では、行ってみましょう。早速、ダジャン。はい。うん、まず、バブルズですね。バブルズバブルズバブルズは、えー、っとですね、あ日本語名で言うと、吹き出しって呼ばれたりだとか。 すごいそのままだった。なるほど。はい。あとは、あの、わかりやすく言うとファ、f イヤーえっと、違う、Facebook メッセンジャーとかで、とか、あとは、通話中とかに、画面の上にこう丸い、小さいアイコンが出てくるっていう風なタイプの UI ですね。アプリとか、その、上に出てくるやつだっけそうです。あれがじゃあ、公式機能になった。うん、そうです。で、えっ、ー、と、一応、スクリーンショットが。 用意してありますちょっとこれは説明してみてもらっていいでしょうか。はい。ちょうどこの、えー、と上に猫ちゃんの画像を映ってると思うんですけど、これが、えー、と今回正式に導入されたバブル図ですね。で、<ー>えっとですね。まあ。 もともと Android10 の時にベータ版としてあのどな導入は検討されていたんですけれども、まあ、なんやかんやあってあの、まあ、ベータが外れずそのままになっていたと。そうで,すで、a n d r o i d 動画で、言ってましたね、うん、Android11 から正式に採用されていてで今は、えっと、そのサンプルの、えー、っとリポジトリを、えー、っとビルドしたものがこれです。でうん まあ見ていただいた通りなんですが、よいしょ。えっとまあ、画面上、他のアプリの上とか、ホーム画面の上とかに、この丸いアイコンが載っています。で、これをタップすると、その上にこう画面がこう上にこう重なって描画されるっていうふうな動きになっています。えー、まあ昔だとアラートウィンドウとか使ってたやつですかね。そう,ですそうですね、システムアラートウィンドウに詳しい横幕さん,、うん。はい <laughs> あれはもう使えなくなくるんでしたっけえっと、いや、使えはするんですけど、まあ、そのバブルスのような形で、シンプルなあの形に収めてほしいという思いと、あと、まあ、そういうシンプルなものであれば、もうバブルズの API を使った方が簡単に実現できますよっていう形ではい。 えー、こ,これってちなみにあのチャットとかでも、うん、えこれ複数のアプリあったらどうなるのとかってわざわざワしてるんですけど、そういうのってケアされてるんですか、これ一応今、このプラスっていう風に書いてある感じで、えっとまあ、複数来た場合でもこう,うまくグルーピングされるようにはなっているんですが、グルーピングされるんだ、プラスとかで、ただ、実際たくさんあった時にど,どんぐらい使い勝手が <laughs> なんか悪くなるんだろうっていうのは、僕もちょっとまだ試してないですね。なるほど はい、でまあこれってもともとあのカンバゼーションっていうか会話とかっていうふうな文脈で作られていてまあ通知機能の一環みたいな感じのくくりになっていますなのでパッケージングもアンドロイドドットノティフィケーションみたいなところにパッケージングされていますあなるほどもしかしたらあれかなアンドロイド11にはですねコミュニケーションを優先するよっていう,こうメッセージもあったのでそういうコミュニケーション機能の 評価の一環みたいそうですね。なんで、えっと、通知の方でもなんかリプライ機能が許可されてますし、それと連携して、あのこの画面を開いてもあの会話を継続することができるみたいな。ああ、バブルスの方はパーミッションあったりするんですかは、今のところは特に要求されてないですね。<あ>うん、じゃあ、できることが限られてる代わりに、パーミッションはいらないよとかって感じ。うん、はいただ確か ちょっとごめん,ごめんなさい、うろ覚えなんですけどあの、ドキュメントのところに今のところは特にないですみたいな書き方があったと思うので、今後どうなるかがちょっとわからないですね。そうですね。あのうん、通知系って結構変わったりもするし、ユーザーの使い方がそもそも違ってくるっていう話があるので、多分今後は様子を見ながらっていう感じなのかなって思いますね。 今のところすごい面白いなと思ってるのは、これ、アクティビティがそのまま乗るんですよね。アクティビティなのこれ。アクティビティセットできるんです。ちょっともう一回聞いビューじゃないのこれ。あ、アクティビティです。あ、はい。アクティビティなんで、これ、ビューページャーとかつき込んで。じゃあ、コンテキストとか持っていいのあの、ま、持ってますよね。すごいですね。 一応、リサイザブルの属性がついたアクティビティですね。あそうですね、そうですね。うん、エンベッドとその、あなるほどち。ちなみになんか、ドキドキしながら言うんですけどあの、ピクチャーインピクチャーみたいなマルチウィンドウ機能の一環でも、あれはリサイザブルアクティビティ使ってたりするので、あ<ー>もしかしたら、もう重ねたりするものでコンテキスト欲しいものはアクティビティだよみたいな強い気持ちがあるかもしれない。うん なので、手元でこういじっているときは、あのまあ、デバッグ画面なんかにこう使ってやるとかっていう風うな応用は効きそうだなと思ってあ。デバッグメニューここに出しちゃうとかですか、ねあ。そうです、そうです。うん、そうすると他の画面から呼び出しやすいんで、ちょっとこう、なんか表示を確認したいとか、ちょっと設定項目を確認したいとかっていうのには使えるかなと思ってます。うん、はあ、すごいちょっとはっくみがあるというか、使い <laughs> 使う側にすごい委ねられてるみたいな感じがして、そのコメント欄の方も驚きのあと、なんか覚悟みたいなコメントが流れてたの <laughs> 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 みんな適用が早いぞ、いいぞ、いいぞって思いながら見てまいい、ねまあ実際、これはでもさっきもありましたけど、ノーティフィケーションの下というか、実際にはこうノーティフィケーションでまあほぼ同じことがまあできるというか、アクティビティ付きのノーティフィケーションみたいな扱いですね。うんうん、なので まあ、そのデパックメニューみたいなのもそうですし、もともともちろんそのカンバセーションのために作られてますけど、まあ、そのぐらいの自由度があるノーティフィケーションみたいな考え方で使うと、まあ、割といろんなものが今後生まれてくるのかなみたいな感じはしますね。ありがとうございます。いやちょっと一発目から盛り上がってしまいましたね、これは。<laughs> 2>, <laughs> 2, 回2個目もちょっとめくってみますね。ガン。ペン。 ワンタイムパーミッション、ですねワンンタイムパーミッショこれよく聞く、パーミッションモデルの変更ですよね。そうですね。年々、そのパーミッション周りっていろんな変更があって、あの今まで全くなかった状態から And 6、Android6 で、ランタイムパーミッションっていうのが追加されたりだとか、あとは、もっと細かい、そのデンジャラスに、デンジャラスなというか、まあ、ユーザーに必ず許可をに、に、えー、明示的に取ってくださいねみたいなのがついたりだとかっていうので、どんどん進化してきた。 カテゴリーだ,だと思っています。で、えー、っと、一応スライドはスクショは用意しています。この真ん中に輝くオンリーディスタイムそうです。そう。あの、今まではその本当にこの許可をするかしないかっていうふうな、あの、2択しかなかったんですけど、 あの今回から一部の,そのパーミッションに関しては、今回だけは許可するみたいな、そのもうちょっと細かい設定ができるようになりました。じゃあ、使う側としてはもう全然ウェルカムですよね、これそうですね。なんで、例えばカメラであったりだとか、なんか音声認識であったりだとかっていう、あとは地図、えー、とロケーション情報とかですかね。そういうふうに ちょっと今だけアプリで使いたいんだけれど、まあ、ずっと渡すのが嫌だよねっていうものに関しては、ユーザーがより、えー、と詳細に使い分けができるようになったんじゃないかなと思います。えこれちなみに、今回ってどの範囲なんですか、1回っていうのは。えっと、1回っていうのは、少なくともまずアクティビティが表示されてる間っていうのは、えっ、ー、と、パーミッションが有効になります。で、その後ユーザーがバックグラウンドに移行したとしても、 少しの間、ちょっとこの少しっていうのがど,どのぐらいの時間を指しているのかっていうのまではまだ終えてないんですけど、うん、あの、マックラウンドに戻ったとしても、一定時間は、えっと、まだ権限が残っています。じゃあ、もしかしたらそのプロセスが残ってる間みたいな感じなのかもしれないってことですかね。そうですね。なんで、えっと、今までのランタイムパーミッションよりももうちょっと、あの、 ユーザーがちゃんとその時点でまだ許可残ってるかなみたいなのを確認するためのロジックが今後必要になってくるかもしれないですね。うん、えー、あ、なんか公式ページでも確認できたよって書いてあるんで、もしかしたらその公式ページ見ていただいた方が、その一定時間っていうのがわかりやすいかもしれないですね。45秒だよって教えてくれているので。うんあ秒うん、ちなみにこれあの、ここからバックグラウンドに回った後の話は完全にバックグラウンドパーミッションが別にできたので、 こっち側をちゃんとやらないと、うん、まあ後ろに回ってずっと使い続ければ、まあ、全然できないという形になってますね,すねあ。フォアグラウンドサービスに移行すれば、そうですね。フォアグラウンドサービスが消えるまでの間は使いますね。<あ>なるじゃあ、例のルールですかね。アイコンが通知バーに出てて、うん、フォアグラウンドサービスとしてちゃんと登録されてれば OK だよっていう。うん、<laughs> なるほど。うん そうなんか昔もインテントの時もあも常時設定と1回だけみたいなのがありましたあの用意されましたけどこう、まあ、ユーザーがあの細かく自分の,その利用状況をセットできるっていうのはいいいなと思いますす、ね、そうですねあのコメント欄でも、うん、ずっと使ってないとオートリセットパーミッションするよっていうのもあったりするので。ううんうん、うん これで確かストレージのセッションですかねにはあのアプリがパーミッション何使ってるか自分で監査するような API ですね。オ、うん、ージットみたいな API が増えててあのサードパーティーライブラリーが謎のパーミッションを要求してていつ使ってるんだこれみたいな怖い時とかに使えるよみたいなことをですね動画でも言ってたりするので、うん、ちゃんとパーミッションについて考えないとこの先どんどんその 難しくなっていくというか、ユーザーとのすれ違いが起きやすいのかもしれないですね。うん、そうですね。引き続いて3つ目いきましょう。なんかこう、先生って感じがしてきたぞ。え <laughs> これはああと、コンパットビリティチェンジですね。そうあの。開発者メニュー、えー、と開発者の,あのオプションってあるじゃないですか。あの デベロッパーオプションと呼ばれる。あそこに新しい機能が、えー、と追加されましたっていうのがこれですね。<ー>で今までって Android 10のターゲット SDK で追加されたものとか、Android 11のターゲット SDK で追加されたものっていうふうないろんなその機能があると思うんです。うんうん、で、ただ10から11に上がった時に、じゃあ,ぐその、まあ具体的なその、えっ、ー、と、まあ機能が追加されたと。で、 じゃあ、この機能って実はなかったらどういうふうな挙動するのかなみたいな。その、機能別に一個一個機能をオンオフ切り替えることによってテストをすることができるっていうのが、このアプリの互換性テストってやつですね。はぁ<ー>。そう。で、開発者向けオプション、ちょうど、えっと、1枚、1> えっと、スクショを用意したんですけど、ててちょっと細かいのですが、あの、こういうふうな感じでアプリ単位で、その、 挙動えー、と互換性の挙動をチェックすることができるようになっていましてあこれもしかしてヤマンダのアプリってことですか、そうです、そう<あ><の>です。テレビアんドライバリー作ってた時の <laughs> あ<ー>、その。これで今回からその追加された多分デフォルトスコープストレージみたいなのをじゃあオフにしたらどういう挙動になるのかなとか、うんスイッチで切り替えることができます。 すごいデバッグしやすくなるって感じですね。そうですね。そう各まあ端末ごとに、まあ、あの、救援するみたいなのまあ多分残るとは思うんですけど、ちょっとこの機能だけ切ってあの、確かめるとか、この機能が悪いから起きてるんじゃないかなっていうふうな原因の切り分けを知る時とかに使えるのかなと思っています。すごい、地味だけど、すごい便利そうな、グッドチョイスって感じですね。うん、うん。そう。で、これしかも、ADB コマンドでも有効無効を変えられるんで。 あのまあ、直接この画面に行かなくても、いじることも可能ですえ。すごい便利じゃないですか、それ。うん、めっちゃ便利なんですよ。ADB コマンド、ちょっとこれは4.2とかだけど、Wi-Fi 由でも使えるようになってますしね、今。しかも、ADB のプッシュ、APK のプッシュもすごい速くなっているので、もしかして、ハカドリ系のやつですね、これ。と思います。はあ。 事前に打ち合わせはしたけど、ここまで理解してなくて、今感動してるっていう。<laughs> <laughs> すごい。良い。じゃあ、締めのものも紹介してもらっていいですかね。はい。一番最後は、アプリケーションエグゼットインフォですね。そう、なんかデバッグ系で使うものがなんか続いてる気が若干しますが、すあの今回から、 そのアプリがなんで落ちたのかっていうふうな情報をアプリの中で持ってくれるような新しい API ができたっていうのがこれですね。じゃん。ああ、ちょっと字が細かいんですけど、例えば何か、あの、まあ、エグゼプション入ってアプリが落ちたとか、あとはもっと細かいネイティブのクラッシュであったりだとかっていう、はい、いう時に、あの、アプリのアクティビティマネージャーの方にこう、なんで 落ちたのっていうふうな情報が保存されるんです。でどういうふうな原因で落ちたのかとかあのその原因とあとはその、まあ、メッセージの部分であったりだとかっていうのを保存してくれるのであのより詳細な、えー、っとクラッシュ分析をしやすくなったっていうのがこの機能です。うん この保存するっていうのは、落ちた時のデータを持っててくれるっていう感じですかね。そう,そうです。なんで、結構嬉しいのはあの、プロセスの終了がそのネイティブクラッシュだったりだとか、あとはアンドロイドネットノートレスポンシングだったりだとか、もしくはそのメモリーで何か落ちちゃったときとかっていうのもあの取ってくれるんで。じゃあ、今まで原因不明だったものがその分析しやすいとかっていう感じなんですかそうですね。 えー、知らないバグだったとかっていうのもありえるあり得ますね、まああの。ちょっといじってみた感じ、あのいわゆるそのランタイムで落ちたみたいなのの情報のメッセージがどこに入っているのかってところまではまだ僕も読めてなくて、うん、あのクラッシュの原因が ANR なのかクラッシュなのか、それとも何なのかっていうところの情報であったりだとか。 <は>一応タイプの定義があるって感じですよね。はい、タイプの定義がある。で、まあそのリーズンとかも、あのまあ、イント形式で書かれているっていうのは分かっていてで、もっと細かい情報を取得するにはどうすればいいのかなっていうのを今、僕も探している段階ですね。でもこれひ、ひとまず原因不明みたいなものがずいぶん減りそうな、いい機能ですねそうですね。 そうですね、あの今までってそのクラッシュリティクスを使ったりだとかっていう形であの、まあ、例外をそのハンドルする機構っていうのは Java の方の機能で存在していたんですけど ANR とかメモリの問題って、えー、とプレイコンソールまでいかないと分かりにくい情報だったんですよね。それを手元でハンドルしてあの確認することができるようになったっていうのは今回初めてじゃないかなと思います。 じゃあちょっと QA さんと一緒に試している時とかでも再現させたらすぐあこれバグだわって分かったりとかする。うん、はい。もう、はかど,、うん、はどり系ですね。そうですね。はあ、いやでもこういうのね、ちゃんとクラッシュ,ッシュリテックスとかんじゃった。他、は、に、いね、も送ってあって、いつでも同じ情報量でものが見えるといいですね。もともと一応その 強制終了とか、まあそういうダイアログで、まあ以前はダイアログ出てましたけど、その時に、あの、レポートってボタンで送られる情報、まあおそらくそれと同等の情報がここには保存されていて、で、今まではそれが、あの、保存はされていなかったのが、今回そのリングバッファーというか、まあ件数は明確には書いてないんですけど、まあそこに、えっと各何件分かが保存されるようになって、アプリケーションの中で参照できるようになったっていう形なので、 なんかその例えばそのクラッシュエリティクスとか、まあ、そういったツールがあのこれから対応してそれを勝手に集めてくれるみたいなのをどんどんやってくれるんじゃないかっていう期待はありますね。うん、そうか、ツールが対応してくれるおかげで開発者は楽にどんどんよく開発ができるみたいな形、すごいいいですね、理想って感じがしますね。うんうん はい、ここまでで11の絶対知るべき4つの機能でした。山田さんありがとうございます。ありがとうございました。あ、パチ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 。いやなんかあっという間の1時間っていう感じでしたね。実はこの後、あのー、皆さん何か聞きたいことや、 確認したいいことととかかないかなと思ってですねあの事前に頂い,いたお便り,りの内容はこうセッションに組み込んでできるだけ組み込んで回収させてもらったんですけども Android 11今日ベータだったっていうこともあるし Android Studio 4.2が出たよっていうのもあったりするんでこの辺り開発関係に絡んで知りたい機能とかありましたらあ今こう我々が雑談をしながらこうチャットを拾うみたいな高等技術で。<laughs> <laughs> 行 <laughs> <laughs> ってみたいと思います。ですのであの、満足していただいたって方は楽しかったよとかっていうコメントでもすごい嬉しいので、その辺をですね、ぜひヒートバックしてくれたら嬉しいなと思います。<laughs> ここ知りたいよとかっていうのはあったりするかなあ,ありがとうございます。すごいいいタイミングで1000円を頂戴してしまった。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> そね、ありがとう拍手も。普通の拍手も嬉しいです。すごい嬉しいです。はい すごい感謝に包まれて、我々このまま満たされたまま初回放送終わるみたいな感じがあります、ね。あ、ちょっと今 ADB でこうシュッとコマンド挿入された方がいらっしゃいます。<laughs> <laughs> 危ない。あ、でも明日からすぐ使ってくれるよっていう人もいたりとかして、すごい嬉しいですね、これは。ちなみにやっぱり、 4.2とかっていうのは、ジェットパックコンポーズみたいな新しい、やっぱりすぐには使えない話題が多かったかなとも思ったんですけど、この辺のやつは、やっぱすぐに使えそうですね。うんうん、そうですね。なんか、今回は4.0の話だったんで、あれですけど、4.1もいい機能多いんですよね。うんそう。 いやーすごい、そういういい機能をどんどんこの後も取り上げていきたいですね。うん、我々、まあ、今回初めてだったのでこういう形でやったんですけど、勉強会のその講義資料をちゃんと用意したパターンっていうのも、すごい試してみたいなとは思ってるんですけども、うん、まあ新機能っていうこともあってよかったんじゃないかなと思います。うん、うん 1.4はいつ頃出るんだろう僕も早く出てほしいな。うね、もうすぐですよね。今、マイルストーン2とかですよね。そうですね。あれ今日でしたっけね。なんか見たな。今日はコトリン1.4のセッションもあったりしましたね。はい。えっ、ー、と、それではですね、あともう一つ我々からお知らせがあるんですけども。 ここでちょっとゲストを呼びながらお知らせをしていきたいと思います。<う> Android のオンラインイベント結構少なかったというか、まだまだもっと増えてほしいなぁと思ってたんですが、こうやってみんなでお話をできるイベントがもう一つというか、たくさん、たくさんなのかな、これは <laughs> <laughs> で。ゲストにですね、あのー、 g d d の佐藤さんをお呼びしているので、えー、ここから Zoom で、えー、着信を待とうと思います。お電話がつながっております,すイ。インターネットっぽいですね。 えっと、今、チャットルーム、チャットにいますね、急に来たっていう、こうサプライズお電話ですね。今、電話してくれる。<laughs> <laughs> <laughs> あ、入ってきた。はい、わあ<ー>パチパチパチ。音声が入ってるた。はい、お、音声がオフっぽいですね。 お佐藤さんの音声をオンにします。すいません、ちょっと張り切って,滑ってしまってま。はい皆さんありがとうございます。ですごいあの楽しいセッションでしたイベントでした。はい。いやーなんか今日イベントの公開があると聞きを読んでぜひ紹介させてくれってお願いしたんですけどこちらのイベントは一体。 はい。えー、っとですね。Android 11 Meetups っていうのが、えー、っと、Google と GTG で、共催で開催することになりました。で、6月の23日から9月29日っていう長い期間で、えー、っと、全部で8回にわたって開催される、えー イベントになっています。で、Android 11 Meetups っていうのは、こちら、えっと、世界中でですね、今、オンラインで開催されるということが決まっていますので、ぜひ、あの、うん、ハッシュタグをかけて、えー、いただけると、各国でですね、そのオンラインイベントがどんどん開催されると思います。で、えっと、私たちが開催するイベントに関しては、えー、まず、6月の23日に Android 11の概要のイベントを開催予定しています。こちらの こちらの <laughs>、えっと、背景にも紹介の方載せているんですけども、えっと、Android のですねエキスパートの方、そして Google の方が、えー、登壇いただいてですね、えっと、新しい新機能についてのお話だったりっていうのを、えー、させていただく予定です。で皆さん、今からこれからこう新しい、えー、機能とかをどんどん触って。 うん行かれると思うんですけどそうですよね今日出たばっかりだし、はいうん、でこれから二十三日までにえここってどうなんだろうとかきっとあのもっと知りたいなと思うこといろいろあると思うのでそれまでにこう質問をたくさんこう抱えてですね当日ぜひ参加していただければと思っていますじゃあもっと Android 十一のことが知りたくなっちゃったよっていう人はぜひ来てねっていう感じなんですか、はい、そうですねであの最新のお知らせもあのできると思いますので。 まだまだ出てない最新情報がもしかしたら出るかもみたいな、はい、そうですねてい、はいでえっと今後の、えー、イベントのスケジュールに関しては、えっと、こちら URL が、えー、あるんですけれども、それぞれの、えっと、GDD のチャプターもイベントコンパスでですね、えー、公開はするんですけれども、えー Google のえー、Google さんの方で用意していただいているあのプラットフォーム、申し込みのフォームがありますので、そちらの方からですね、えー、カレンダー登録していただいて、はい えと予,約予約というか参加申し込みをしていただければと思っています。ありがとうございますいやーこのイベントはい、今日11ベータが出てすごい僕らも驚いたんですけども <laughs> こうやって2ヶ月ぐらいもっとですかね、うん、長期にわたってイベントしていくっていうのはオンラインだからこそ参加しやすいっていうところもあると思うんでぜひあのドロイド会議オンエアを見ていただいた皆さんも。 応援会の第二回とかもあると思うんで、それと合わせてこちら Android 11ミートアップ参加していただけるといいなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、テーマによってあの本当に具体的な内容が聞けると思いますので、お聞きになるあのテーマにぜひ参加いただきたいなと思っています。そうですね。はい、ちなみにしたらゲームの時とかそのデザインツールみたいなテーマがいろいろありましたね。うんはい グーグルの方、のエキスパートの方以外にも外部の方でですね、あのご登壇を今、予定もしていますので、はい、情報もお楽しみにいただけます。 フリーアさんの方たよろしくお願いしますって、スピーカーの方ですか、ね。あ、そうですそうです。<laughs> あれなんか聞いあ、見てる、やってる。<laughs> <laughs> そうですね。二十三日目ご登壇いただきます。<laughs> もう一人登壇者出てきました、ね。すごいす全員いるのかなもしかしてって感じ、ね。<laughs> <laughs> そうですね。はい。はい、ぜひあのぜひあのこちらの方々もエキスパートの人たちなので、うん、我々がこう提供したオンエアとはまた違った面白い話をしてくれると期待しています。あの <laughs>、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。は,い、い,すはい。告知ありがとうございました。はい。すみません。ありがとうございました。失礼します。はい。バイバイ。パチ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 。パチパチはい。あのまあちょっと足出ちゃいましたけども、我々こんな感じで今回初めてやらせてもらいましたので。 え引き続きやっていくにはどうしたらいいんだろうっていう皆さんのご意見もぜひ伺いたいと思っておりますね、山田。そうですね。<laughs> <laughs> 急に降ってごめんな。あ後でメールでも送らせていただくと思うんですけども、ライブ配信のアンケートを実施しております。こちらの 内容、もしくはあのスクショから取っていただいて、えー、QR コードかなから取っていただいて、すみません、なんか皆さんチャットありがとうございます、本当に。サンキューとか、こう、寄付いただいたのはすごい嬉しいですね。やっぱり良いセッションだったのかなっていうのを思ってこう、かなり嬉しく思います。あのー スパチャでなくてもですね、こちらのアンケートぜひ答えていただいて、もっとこういうのが聞きたいとか、こうやれば僕にとって嬉しいなっていう、こう、LGTM な内容を教えてもらえるといいんじゃないかなと思っております。うん、<や>こんなの聞きたかったとか、こんなテーマがお伝したいと思いますみたいなとか。なんかもうちょっと技術的な内容だと、あのソースコードバーンって出して、アンドロイドスタジオ動かしながらっていうデモもぜひしたいなと思ってます。うん、あのやっぱりの方が 動きがあって面白かったりもすると思うんで次回期待していきたいと思いますがあ皆様では今日はこの辺りでっていうことですかねはいあとはですねあのー、普通のユーチューバーの方がどうされてるかちょっとわからないんですけども皆様がこう帰っていくのを 見ながら放送がだらだらと続くつ <laughs> <laughs> どう締めればいいのみたいな。一旦今回はここまでということで、<laughs> あの、バン。また見てね。 また見てねてて。あとは我々の反省会になっちゃうので、あの皆様いいところで退席していただいて、特に面白い話も出てこない,ない<笑><笑> <laughs> ありがとうございました。ね、あの皆さんありがとうございます。ちゃんと読んでます。すあの、ここに書いてある言葉がすごい嬉しいです。あ,ありがとうございます。ありがとうございます。コキさん、たくさんのコメントありがとう。しめじさん、スパチャありがとう。<laughs> ありがとう。 楽屋裏が本編では。本編。<laughs> 本編 <laughs> 配信切り忘れゲーティのがあるっていうのを先き知りました。ああ。あ <laughs> あ<ー>。<laughs> みんな,なん、いわゆるアクシデントですね。アクシデントですね。<laughs> いや、なんか我々アクシデントを起こす間もなく、こう自らこうドキドキしながらですね、やってきましたね。あ、チャンネル登録ありがとうございます。言うの忘れてた。 <あ> <laughs> 今、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 今 <laughs>、ありがとうございましたと一緒にチャンネル登録ボタン目立つところにあるから押していってね。<laughs> いやー、こう、上位チャットとか上の方に見えてると、すごい感謝の気持ちが出てきますね。普通のこういうコメントと一緒に、まあ、お金を払うってすごいハードルが高いので。うん、うんうん あなんかこちらの方1024ていうキリがいいように見える数字を確かにすごい、はい、あ本当にオンラインならではの体験ができたかなと思いますがちょっとスピーカーの方やってみてどうでしたいや思ったよりもこうあれですねオンラインでこう会話形式であの 動画配信するっていうのができるんだなっていうのをなんか改めて体感しました。そうですね。うん、いや、なんかすごく思ったのはやっぱり分かんないところで話止めて聞いていいんだなっていうのが。う <laughs> ん <laughs> うんうんうん。そう。で、あのー、普通にセッションしてる時とかと違って、こうコメントを追って、あっ、この部分認識が間違ってるなとか、この部分まだ、あのー、 疑問な方いらっしゃるんだなとかっていうのもわかるんで、インタラクティブにこうできていいですねそ。そうか、今まで顔色見たりとかで反応を見てたのが、コメントを使ってもらうことで、こう、うん、積極的に。うんうん。確かに。すごい、なんか、グッドボタンも押してくださいみたいな、ちゃんとこう言わないとダメだよっていうフィードバックがですね、佐藤さんから来てます。このチャンネルが良かったなって思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いしますまでがワンセットらしいです、ね。<laughs> 次の配信日はいつですかみたいなこと思ったか、ね。そうですね、そうですね、やったいですね。うん。あテンプレなんだ、これ。確かに、みんな言ってる気がする。言われてるすか。<laughs> なんか、勉強会はよくやってたんですけど、我々やっぱりこういう配信というのはなかなか慣れてないので <laughs>、<laughs> <laughs> ドキドキしながらやりますね。うん。うん え、すごい、これ上位チャットめちゃくちゃあるんだけど、読み上げるってどうやったりできるのああ、クリックしたらどれがお金をくれたのか見れるんですね。ああ、えど、どうなってるんだサンキュー、ありがとうって言ってくれたりとかしてる人たちがいて、非常に我々も有益がありますね。うん すみません、こっそり戻ってまいりました。おかえりなさい。さですはい。すごい、配信終了と、途端に終了しないんだけどね、終了しないんだけど、途端に PC が死にました。あ <laughs> ってからでよかった。ったね、はい。危ない。あ <laughs> た。<laughs> あ、なるほど。一覧とかはコンパネで見ないと見れないのか。我々ちょっと、この辺は全然知らないので、<ー>次回までに。うううんうんん 学んでおきますという感じがしますねいや本当あれですね。Android 11も Android Studio 4.0もいい機能いっぱいありましたね。そうですね。うん、今回まだまだ紹介しきれなかった内容っていうのはあると思うんで。うん、ぜひですね、次とかも含めて。 もうちょっとあの技術的に突っ込んだ内容とかも面白そうでしたよね、昨日によっては。うんうん、そうですね。そう。あれですね、なんか、ここで今回、あの質問で答えられなかった内容とかを、なんか、ブログでまとめるとか、次の配信で使うとかっていうのができると、より。 ないい、ね、な情報を伝えてきるのかなって思いましたそうですね、やっぱり勉強会で話すときって結構調べて、正確な情報をなるべくっていう形があるので、そこは崩さずいきたいですね。うんうんまあ、実を言うと、ライブテンプレートの話ちょっとしましたけど、あの実はコトリンの書き方、結構前からできて、プリセットが用意されたのが今回っていうのが、なるほど可能性があって、ちょっとより正確に調べたいですね。 いいですねなんかそうやってこうみんなで知識を深め合っていくっていうのはあんまりオンラインの時ならではかなと思いますねオフラインではなかなかないのでこれそれでは皆さんだいぶいなくなったと思うので我々もこの辺で楽屋裏コンテンツ終了したいと思います。あの また見てください、ここまで残っている人たち。<laughs> なんか200人ぐらいが視聴中って見えてて、まだすごいみんな見ててドキドキわ、どきどきすごい。<laughs> <laughs> なんか我々も、ね、準備してここまで成功してよかったです。お疲れ様ですって気持ちがすごい出てるので、今日は気持ちよく寝れそうです。そうですね、次回のイベント、すごい楽しみです。6月23日。 まあ夜やったんですけど、まあ、時間帯変えても面白いかなとは思ったんですが、まあ、あの自由な時間にこう仕事でアンドロイドしてない人も参加できると夜かなと思って今回しました。あみんな顔持ちとかかわいいな。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ、またね。こう我々はあの配信がそろそろ終わると思いますが、あ引き続きこのチャンネル、グッドボタンとベルマーク。<ん>はい、ベルマークと。 チャンネル登録やることすごいいっぱいあるんです <laughs> <laughs> していただけると、はい。それでは皆さんあの、第2回、第3回あるといいなと思ってます。また会いましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。またね。